茨城県筑西市、小栗茨城県道、栃木県道216号岩瀬二宮線は、茨城県桜川市から栃木県茂岡市に至る一般県道である。桜川市の岩瀬地区から西へ向かい、筑西市北部を経由し、茂岡市二宮地区に至る道路。以前は岩瀬国分寺線と呼ばれ、現在の栃木県道44号栃木二宮線の一部区間を、 含む国分寺町までの路線であった。茨城県桜川市町方から同市中泉地内、上野沼方面への三砂路交点までの区間は、旧国道50号の旧道区間にあたる。1972年3月1日、前身にあたる県道岩瀬国分寺線が路線廃止され、岩瀬国分寺線の一部区間にあたる茨城県、西茨城区に岩瀬町を起点とし、 栃木県羽賀郡二宮町の終点に至る区間を茨城県が路線認定した県道である。1995年に茨城県道の路線再編が行われた際に茨城県区間の整理番号が変更されて整理番号216となり現在に至る。北関東自動車道桜川畜生インターチェンジ開設に伴う国道50号と接続されていた。 旧起点交差点が道路改良により国道50号と接続されなくなった。これにより国道50号から道路線で二宮方面へ向かうためには国道50号と茨城県道148号東山田岩瀬線が交差する長方交差点からの侵入となった。また茨城県では畜生市小栗同士で高田の言動は 人家が集中し福音が狭く危険なことから、現道の北側に小栗バイパスの整備事業を進めている。茨城、栃木両県境を走る路線のため、筑生市付近では、もうかしと筑生市を交互に通過する。福音、曲線半径、郊外その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。残存部は、県道栃木にのみや線となる。 ありがとうございます。